はい、どうもこんにちは、バッキーです。この動画ではですね、読んで面白かった本の感想などを言ったりしてます。今日紹介する本はこちらです。金沢博之さんの幕府海軍というこの本ですね。中高新書さんの出版、中高新書さん出版のもとですね。この本はですね、本の著者の方が防衛大学の先生でもあるんですね。先生かつ海軍で実際働いている人でもあるんですね。で、この本を書く至った経緯ですね。実はこの幕府海軍の前に金沢博之先生はちょっとこうしっかりした学術書というか、幕府海軍の攻防という本がね、どうやらあるらしくて、しっかりした幕府海軍についての本があって、その本をよりライトな、ね、読者層にも読んでもらえるように書いたのが、この幕府海軍のこの中高新書さんから出たこの幕府海軍の本と、後書きの方でね、書かれてました。この本をね、完成するにあたってですね、結構時間がかかったらしくて、というのもその著作をね、書いている間にですね、実際に海軍でのお仕事があったりとかして、著作に時間を当てることができなかったというふうにも述べられております。非常に忙しい中、大変な中ですね、お書きになった本でもあるわけです。幕府海軍の歴史ってとても短いと書かれてるんですよね。この13年の物語っていうふうに言われてるんですけど、13年、結構ね、歴史として取り上げるのには結構短いような感じもしますね。この13年のこの幕府の海軍、ペリー来航から五稜郭まで、どういうふうにこの幕府海軍は組織されて、実動されて、そして解体されていったのかっていうふうに、歴史をね、追っていくんですね。言い換えてみると、日本の歴史というものを海軍という視点から書いた歴史書でもありますね。はい、という感じなんですね。で、この本ですね、初めの方はいきなり幕府海軍の話を書くのではなくて、めちゃめちゃ昔の日本の歴史から書いていくんですね。そもそも海軍っていうものが一体いつから始まったのか、海をこう船を乗って海を渡って戦うみたいなものはいつからできてたのかっていうところから、そもそも、追っていくわけですね。これは縄文時代から日本人は船に乗ることがあるっていうふうに、断片的なデータからこう見つ、ね、想像できる、説明できるんじゃないかなっていうふうにも言われてます。例えばなんですけど、日本書紀とか古事記ですね、日本の神話にもこの水軍といった言葉が使われていたり、日本書紀とか、ね、そういう神話の昔の書物からですね、日本人は昔からこう海軍的なものを何か使ってたんじゃないかなっていうふうに、何かこう見て取れるようなデータがあったりするわけですね。大規模な遠征というか外征ですね、外国との戦いとかもあったりします。これはですね、日本が近代に至るまでですね、海軍を使って海外と戦ったのが2回あります。逆に2回しかないんですね。1つ目が663年の白スキーノエの戦いですね。これ白村江の戦いとかね、言ってたりとかするんですけど、斉明天皇と中野大江の王子という人がですね、この唐の人たちとね、戦ってたんですよね。で、この
白月の絵のね戦い663年で大きな大きな海外での海軍を使った戦い、まあ、当時軍みたいな発想は多分なかったと思うんですけど、まあ、海軍に近いようなものですねが戦ったでを海外で戦ったんですけど、もうことごとくね敗れてしまうんですよね。これは日本の歴史にとっては海外での海での戦いっていうのが苦手なものだっていうふうに残ってしまうんですよね。しかしあともう一回その後に起こるんですね。このちょっとした日本のトラウマなわけですよ。この海軍で海外と戦うということが。これ2回目はいつ起こるのかというと、1597年の豊臣政権ですね。この時にね、海外での海軍の戦いが起こりますと。これは文禄慶長の役といって、まあ、朝鮮半島に出兵をするという豊臣秀吉の政権の、まあ、彼のね、結構人生としての最後の方の戦いになるんですね。このようにこう2回実は歴史を通して海の軍がですね、海外にこう出兵したという、まあ、そういう歴史が2度あったっていうふうに、まあ、書かれてたんですよ。で、この幕府海軍を本格的にじゃあ作っていきましょうとなったのがいつかというと、それがペリー来航時以降になるんですね。このペリー来航、めちゃめちゃでかい黒い船が来たことを西洋の衝撃、ウェスタンインパクトというふうに言われているのは、周知のことであるかっていうところからね、この幕府海軍の話が始まっていきます。まあ、確かにペリー来航というものが日本にとって大きな衝撃を与えたという話はね、まあよく聞いたりします。で、このペリー来航以降ですね、日本はどのようにして海軍を組織させて発達させて実動していったのか、そういうところに話を進めていきたいなと思います。この当時ですね、ペリー来航ですよ、 黒船は蒸気船だったんですよね。この蒸気船というところが一つ大きなポイントであって、日本人が当時どれほど大きな船を作ろうとも帆船、つまり風の流れでしか船を動かすことができない、どれほどお金をね使っても材料を使ってもこの帆船しか作れなかったんですよね。まずこの蒸気船と帆船、この技術的なところから西洋の衝撃というものをどうにか立ち向かっていかなければならないというふうになっていくわけです。そこでですね、勝海舟という人と竹川竹斎という人がですね、この日本の幕府の海軍というものを、まあ、大きくしていこうと、西洋の技術についていこうっていうふうになるんですね。で、当時ですね、この勝海舟と名前は聞いたことありますよね。なんかこう教科書でもね載ってたりとかしますよね。あとは勝海舟といえば勧進丸という、まあ、そういう船がねセットで、僕はなんか高校時代そういえばそんな名前あったなっていうふうに聞いたことありましたね。この勝海舟と竹川竹斎が幕府海軍というものを大きくしていこうという物語が始まるわけです。当時この勝海舟と竹川竹斎がですね、目指そうとした方向性があったんですよ。それは何かというと、海軍と海運の一致なんですね。これは何かというと、 海軍とは、まあ、海の軍事力ですよね。で、海運とは何かっていうと、これは海での商業のことを指します。お金儲けですね。ビジネスですね。彼らはこの
海軍と海運を一致させた方向性で幕府海軍というものを大きくしていこうっていうふうに思ったんです。実はこの海軍と海運を一致させるというこの考え方は伝統的な考え方なんですね。もともとですね、海の戦士たちっていうのはそもそも海でビジネスをやってる人たちが多かったんですよね。で、例えば貴族の人たちがお金渡すからこれでお前らは海のビジネスをやってこいと、まあ労働力として使うわけですね。でもこう敵の船から襲われることもあったので、まあビジネスマンかつ戦士という、まあ、この2つの役割が大体みんなセットだったんですよね。この海軍と海運を一致させるということ、これは実は海軍という組織がですね、近代化するかしないかの一つの分かれ目でもあったんですね。割と伝統的な考え方によると海運、まあ、ビジネス目的と、戦う目的っていうものは割とヨーロッパでも一緒だったんですよ。だけど本格的に海軍とビジネス用の船を分けるということは、これは進歩した証でもあるんですね。まあもうちょっとこうシンプルに言うと、海運と海軍のこの身分化状態か文化状態かが、この国の軍事力の近代化してるか近代化していないかという一つの点にもなるっていうふうに、この、著者の方がね、言われるんですね。その海軍と海運のこの文化状態か身分化状態かっていう、その大きな、なんだろう、ポイントとして何が違うのかっていうと、船の作りの構造が違うんですよね。だから海軍と海運、ビジネス用の船を分けている人の方が軍事力が進んでるっていうふうに言われてるんですね。これはなぜかっていうと、大砲の存在があるからなんですね。この大砲というものは軍事と科学の進歩した証なんですよね。この大砲というものを持ってしまうと、大砲というものは非常に重量があるんですよね。だから商業用の船だと、この大砲を持ってしまうとちょっとこう不安定になってしまうんですよね、海を走る上で。だから船の構造を変える必要があって、軍事力と科学力が進んでる国では、このビジネス用の軍とビジネス用の船と戦う用の船を分けてるんですね。実はこれは近代化、軍事力の近代化を図る一つ目の目安で、もう一つあるんですよ。それは何かっていうと、誰が海軍を持つのかっていうところなんです。先ほどもちらっと話したんですけど、海軍、まあ、海のこう戦う人たち、武力を持った人たちっていうのは、まあ、有志ずっとあったわけなんですね。ただそれを誰が雇っているのかっていうと、例えばお金持ちの貴族だったり、例えばお金持ちの王族だったりとかするんですよね。これが近代前ですね、近代化する前の海軍の軍事力のあり方だったんですね。反対に近代化した軍事力、近代化された海軍は誰が持っているのかというと、それは王族や、ね、ちょっとしたお金持ちの貴族ではないんですね。これは誰かというと国です。国が海軍を持っているということが、国レベルでのね、軍事力の進歩度合いに
構大きく影響するんですよね。そうですね、例えばなんですけど、なぜこれがやっぱり大きく影響するのかというと、まずそもそもやっぱり使う金の量が段違いだったりとかするんですよね。国だとね、国一つでね、強い組織をやっぱ作れるので、一部族では何ともならなかった、できなかったことができたりとかもするんですね。あともう一つ、この幕府海軍の実際戦争とか戦いが起こっていく中で出てきた問題点として挙げられてたりするんですけど、人事システムについて、やはり国が海軍を持つのと、まあ、その近代化されてない人たちが海軍を持つのとでは、こう人事システムのレベルでちょっとしたこう問題がね、こう出たりとかするんですよね。まあそのもう言ってしまうと、全ての頂点に立つ指揮官がいるかいないかっていう、こういう問題ですよね。バラバラでね、海軍をそれぞれが持ったりとかすると、もしくはまだ国が持つという、この国という部分がですね、未発達な状態だと、戦争中にですね、一番トップの指示がね、こう出なかったっていう風な、そういう問題がやっぱ出て、これが反省につながったりとかするんですね。まあ反対にですね、しっかりこう国としてのシステムがしっかり持てていると、トップの人が、ね、指示を出すことができるので、まあ、海軍、国としての海軍の力がもう発揮しやすいというふうになるわけですけど、海軍としての軍事力ですねだったりとか、まあ、指揮官がどうのこうのとか、まあそれはですね、やはり船という蒸気船、ただ蒸気船が変われば、蒸気船をゲットできれば日本は西洋に追いつけるんだっていうわけではなかったんですよね。蒸気船を持つのもそうだし、あとその蒸気船を動かすための国の一つのまとまり方、人事のシステムとか、あとはその蒸気船を持つことによっての変わってくる社会的な土台とかインフラ、こういったもの、なんかこう蒸気船をめぐって、あとやっぱり軍事力をめぐって、いろんなものがやっぱこう抜本的に変わっていかないと、やっぱりこう西洋には追いつかないっていったところが日本の課題になってくるんですよね。で、この幕府海軍もですね、当時徳川家が日本で一番強いね、まあ、軍事力だったんですけど、これは徳川家という私的所有物の軍事力だったんですよ。だからここを変えなければなかったんですよね。先ほども言った通り、近代化されてる海軍と近代化されてない海軍の、まあ、一つの特徴に、国が所有してるか、ね、一貴族が所有してるかの違いがあったわけですよね。で、当時の日本はやはりね、徳川家という一、なんだろう、グループがですね、徳川家というグループがですね、私的に所有してたと、国が持ってたわけじゃなかったんですね。ということでですね、まあ、やはりこう日本の目指す近代化というところとやっぱり重なってくるわけですと。はい。でですね、この勝海舟と竹川竹斎、主にね、この人たちがね、頑張るんですね。この竹川竹斎という人はですね、この人はすごくお金持ちなんですね。何をやってる人かというと、商人です。で、金融っぽいことをやってます。あの、金融って言っていいのかな？為替業なのかな？為替業か。で、めちゃめちゃお金持ちな人ですね。超ビジネスマンです。で、かつこの人は、めちゃめちゃ勉強好きで、ね、特権階級レベルの勉強好きで、
漢詩ですね、当時貴重だった漢詩をめちゃめちゃ集めて、まあその一般公開図書館としてね、みんなにこう見せてたりとかしてたんですね。まあ当時の特権階級の強い階級の人とも言われてますね。この竹川竹斎と勝海舟がですね、勝海舟はですね、このね、幕府海軍というものを本格的に推し進めた人のうちの一人とも言ってもいいんじゃないでしょうか。が、この海軍をね、進めていくわけですよ。当時ですね、この蒸気船にも2つ仕組みがあったらしくて、まあ、あんまり詳しく、ていうかもう言葉しか僕わからないんですけど、外輪式とスクリュー式、この2つがあって、まあ、これからの時代はスクリュー式がいいですよっていう、日本にね、助言をしてくれる外人の方を聞いて、このスクリュー式の蒸気船を採用していくわけですね。そこでですね、勝海舟はですね、じゃあもう実際に船を乗って、まあ、アメリカに行って、アメリカからいろいろ学びましょうということで、ね、あの、勸忍丸という船をね、乗っていきます。この勸忍丸はですね、まあ、非常によく聞くのかな、なんか僕はなんか聞いたことある言葉だなと思って、ちょっとその海外のね、海外じゃなくて近代化あたりが好きな人にとっては、もしかしたらよく聞く名前の船の名前、よく聞くね、船の名前かもしれないですね。ここではですね、いろんな人が乗ってました。あの、福沢諭吉とかも乗ってたっていう風にね、書かれてましたね。そうなんだと思ってびっくりしましたね。そう、福沢諭吉もね、実は乗ってたんですよね。で、福沢諭吉もね、この船に乗ってたことをなんかこう記録してたりするんですよね。面白かった人がいまして、小野友五郎という人、この人なんか面白いなと思いました。この人も同じく勝海舟たちと同じ船をね、乗ってたんですね。この小野友五郎という人は航海士なんですよね。出身はですね、なんと数学研究者みたいな、そういうところ出身で、でその人が測量したりとか航海をしたりしてたわけなんです。なので当時ですね、勸忍丸に乗ってた助言する外国人とか、まあそのアドバイスをいろいろね、教えてくれる外人が乗ってたんですけど、やはりその人が驚いたことは、小野友五郎のこの航海力、数学とかね、物理の計算を使って、なんかこう天体とかをこう観測して、なんかこう今自分たちはここにいてるからみたいなね、そういうことを言うんですよね。それを言って外人はすげーってなってたらしくて、なんかここ読んだ時に、なんかワンピースの波ってすげーなーってね、僕思いまして、ワンピースの波、新世界行った後、なんかもっとすごいなと思って、でそれはその新世界ってなんか波がもうおかしいじゃないですか。波がそのまんま、あ、海の波ですね。海の波がすごいじゃないですか。で海の波がブワーって、ね、なんか上昇したりとかして、でルフィの乗ってる船もブワーって上がって大変だっていう時にね、あのジンベイとかがね、なんとかしようとこう海潜るんですよね。でそのルフィの波さみたいな、指示を出してくれみたいな言った時に、波がワンピースのね、そのクルーの波がですね、自信満々に、ここは私に任せてみたいな、後悔は私が責任を取るわって言うんですよ。めっちゃかっこいいなと思いましたね。ってことは波もなんかめちゃめちゃ数学とかできるんじゃないかなみたいなね、思うんですよね。物理とかね、めちゃめちゃ頭いいっすよね。しかもそんな荒れ果てた波でですよ、荒れ果てた海の波の中でですよ、責任は私が取るわみたいなね、堂々と言えるのやっぱすごいっすよね。びっくりしましたよ。
この堪忍までですね、アメリカを横断するのめちゃめちゃ大変だったんですよね。どのぐらい大変だったかっていうと、あの主人公のですね、勝海舟がですね、すいません、僕も勝手に主人公にしちゃってるんですけど、アメリカ横断途中ですね、日本から、日本あってアメリカあって、こう行くんですよね。もうそのハワイの上を横切っていくわけですよ。行くときに、なんかもう、船出のその行ってる時の最中に、勝海舟途中で切れて、もう知らん、俺はもう帰るからなっていう切れ方をしたのが、結構僕的には面白かって。これワンピースで例えるとイーストブルーちょっと出たぐらいであたりでルフィがちょっと切れてもう俺帰るとかっていうのと同じなんかって思っちゃってちょっと笑っちゃいましたね。僕ここ好きポイントなんですよね。あとシンプルにね、病気みんなやっぱなっちゃうんですよね。勝海舟主人公のね、モンキーディ勝海舟もですね、船の自分の部屋にずっとこもるんですよね。それを見た福沢諭吉が、彼はきっと吐血をしていて、これはもう間違いなく病気にかかってるっていう風な記録が、まあ、残ってあったりするんですね。そんな堪忍までですよ。やっと着くわけですよ、アメリカに。確かサンフランシスコ港だったかなっていうところに確か着いてたような気するんですけど、間違ってたらすいません。ここで、まあ、船をですね、蒸気船の、この船をですね、アメリカ人の、まあ、造船所っていうんですかね、こう見せるわけですよね。で、そしたらですね、マクドゥーガルっていう人が、その造船、まあ、船を作って、船を修理する人がいてたんですけど、このマクドゥーガルという人が、毎回、船の修理したところを、この勝海舟に教えてくれるんですね。事細やかに。ここのパーツはこうなってて、みたいな。ここの船の、なんかその、帆の部分がどうなってたから、こうこうしました、みたいなっていうのを説明するんですよね。でそこで勝海舟思ったんですよね。いやいやいやみたいな、もうあなたたちの方が船詳しいのはもう十分知ってますから、あなたが適切だと思うようにもう勝手にその修理してくれて構いませんよっていうふうに言うんですよね。するとですね、これを聞いたあのマクドゥーガルはこれなんて言い返したと思いますか？なんか僕ここのシーンは結構面白いというか、なんかかっこいいなって思って、なんか思わずちょっとメモっちゃったんですけどね。勝海舟がですね、マクドゥーガルに、もうあなたたちの方が詳しいから、あなたが適切に船の修繕をしてくれたらいいですよって言うと、マクドゥーガルはいやいや違いますよと、船の船長たるものは一つ一つ船の細部を知っとかないといけないんですと。なぜならば海のね、めちゃめちゃ大変な気候とかなった時に船長が船の細部までを知っとかないと、やはりこの大変な航海というものを乗り切ることができないっていうふうに言うんですね。そしてその後にこの船長がですね、何時の船を知れっていうふうに言うんですね。ちょっとかっこいいんですよね。この Know Your Ship っていうふうに言うわけですよ。これを聞いて、ね、勝海舟はなんかより船への関心がやっぱり高まったと。で、やはり、ね、海外、アメリカのですね、この海軍という技術が非常にこう盛り上がってる、しかも技術が進んでるので、みんな熱心に勝海舟を筆頭に熱心にね視察するわけですよ。実際その勝海舟がね帰ってきた後ですね、じゃあもう一回その軍のシステムを変えたりしますっていう時に、やはりこのアメリカのモデルみたいなものを取り入れてたりしてます。さあ帰国しますと、勝海舟が船に乗ってですね、堪忍丸帰国するんですけど、
帰国してやっと旅疲れて帰ってきた、我が国に帰ってきたと思った時ですね、なんと国はですねかなり不安定な状態だったんです。これは桜の門外の変が、まあ、ちょうど起こった後の時期だったので、めちゃめちゃ政治というものがね、ちょっとやっぱり良くなかった悪い方向だったんですよね。なんかここも非常に物語味があるなと僕思って、なんかいいですよね。はじめ主人公がね、ローグターンじゃないですけどね、始まりの村ね、ココリコ村やったかなね、ゼルダで言うと行っていろんなボスとか倒してきてみたいな、で今度戻ってきたらね、かかりこ村がやったかな、その始まりの村が実は次のダンジョンになってたみたいな。でも別にこの場合はね、このかかりココリコ村、かかりこ村は、まあ、そんなこう不安定には別になってるってことはないけど、でもなんか熱いっすよね。帰ってきて、その帰ってきた安息の地が次のステージ、ね、バトルステージ感あって、ちょっと僕はここにね、ちょっと物語味を感じてしまったんですけど、はい。でも政治のね、不安定というところもなってきたので、とうとうここからですね、海軍というものが、より具体的な実動組織に変わっていくっていうフェーズに入っていくんですね。この、勘忍丸ですね、行った、アメリカに行って、まあいろいろ学んで帰ってきたように、まだこの今までは日本の海軍、まあ、とりわけ幕府海軍というものは教育中心の段階だったんですよね。で帰ってきて桜田門外の変を後に実像の組織に、じゃあもうやっぱり稼働していこうというふうになったんですね。具体的にはですね、まあ、警備だったりとかですね、で海のね測量とか、まあ、そういう風にやっぱり使われていくんですよね。でこれあのスケジュールとかね、この幕府海軍のなんかこう海外から買った船とか、まあ、あるんですけど、でその船がね、どういう風に使われてたのかとか、なんかその1月から12月のこう期間があって、で何月どういう風に使われてたのかみたいな、そういうスケジュールがあるんですけど、この幕府が持ってたその船、もうフルタイムで働いてたんですよ。ね、幕府軍だから、なんか戦いの時だけ稼働してるのかなと思いきや、実は平常時もですね、先ほど言った通り、その他にですね、測量の他にそのビジネスとしてこの船を使ってたので、海運と海軍の時期も両方フルタイムでいろんな船が、ね、こう稼働してたという。これはね、こう一つすごいところですよね。まあこの実動組織に入ってですね、1862年ですね、この文久2年の時に文久の軍政改革ということが行われます。これは軍の近代化をする瞬間なんですよね。もともと徳川家という私的な軍事力があったんですけど、これはもう私的な軍事力というところから、ね、その国が、まあその当時幕府なんですけど、まあその国としての軍事力にやっぱ変わっていく、まあ大きな一歩だったりとかするわけですよと。はい。で、さらに、慶応の改革ですね。この時はですね、幕府とですね、長州ですかね、戦争が起こってた時期なんですけど、まあ、この時期にですね、もう一回その軍のシステムっていうものを改革としてね、変えようとしたわけなんですね。幕長戦争かな。はい、幕長戦争ですね、長州と幕府の戦いですね。この慶応の改革では、この内閣の制度の、まあ変えていきましょうっていった、まあ、そういう風な内容になっているんですよね。っていう風にですね、こういう感じでですね、
幕府の海軍というものがどういうふうに組織されて、でどういうふうに稼働していってみたいな、でこの本の最後の方はですね、どういうふうに解体されていったかっていうところまでね書いてたりとか、まあ、してましたね。ちょっとね、あまり僕歴史が得意ではないので、めちゃめちゃ細かいところの話っていうところまではやっぱちょっとできないんですけど、この幕府海軍の中では実際の海軍での戦いのステップみたいなところも書かれてたりとかしてて、それこそ幕朝戦争でのこう海軍の流れだったりとか、あとはですね、戊辰戦争かな、ちょっとあんまり日本史僕詳しくないんですけど、とか五稜郭までのこう道筋というか、まあそういったところもね、こと細やかに書いてるんですね。本当はちょっとですね、僕こういうところも細かく読めたらなぁとは思ってたんですけど、ちょっとね難しかったですね。後書きでね、この著者の先生がですね書いてたのが、まあやはりその前書いた本というものを、まあよりライトな読者ユーザー層に、伝わればなぁと思って書きましたと。でまあその上でやっぱり僕もね、その防衛大学で授業をするんですけど、やっぱりちょっとね踏み入った話をすると、学生たちがねこうやっぱ眠りに入ってしまうので、そこの攻防は大変だったっていうふうに書いててですね、なので僕はちょっと難しいなって思ったところがね、もし僕も授業を受けてたら、もしかしたらこう、ね、眠りに落ちた瞬間なのかもしれないのかなとかね、ちょっと思ったりとかしてたんですけど、とはいえね、こういうふうに、まあ、こういう話とかもね、話してくれるように、結構ね著者の方ですね、まあ話の要所要所に、まあ、ちょっとこう面白い話とかが書いてたりとかして、まあ、そこもね僕この本のなんかいいところだなっていうふうに思いました。実際にですね、海軍で働いてらっしゃる方でもあるので、当時の海の中でのこう大変な出来事に関してめちゃめちゃ深い共感が、やっぱなんか分かるわみたいな、分かりみあるわって、ここ大変よなっていうのを分かるわみたいなことが書かれてたりとか、してたんですね。そうですね、なんかこう面白いなというか、ちょっと印象に残ってたのが、その著者の方の結婚式の時ですね、こう結婚式をやりますっていう時に、台風がどうやら来てたらしいですね。で台風が来てた時のその海軍あるあるっていうのは、港に戻るんじゃなくて外線で外泊するという、その台風から避けたところで船でなんか泊まるみたいな、そういう避難の仕方があるらしくて、なのでそのせいでですね、結婚式でちらほらこう空席がこう見受けられたんですよね。それを見た友人が、海軍って大変ですねっていう風にした話は、こうやはり私の中でのこう記憶としてやっぱ残ってますみたいなね、こういうちょっとこう話とかもね、要所要所で挟んでたりとかして、ちょっとそういうところもね面白いポイントでしたね。はい、っていう感じですね、この幕府海軍という、まあ本の感想ですね、まあ、簡単に、話したんですけど、これで終わりたいなと思います。面白かったらね、チャンネル登録もしくはいいねお願いします。ではまた。